コデイン。コデイン、または、メチルモルヒネは、鎮痛、鎮害、および下痢止めの作用のある、ミュージ用タイアゴニストのオピオイドである。塩の形態の硫酸コデインもしくは、リン酸コデインとして製品化されていい。リン酸コデインは、鎮痛剤、頭痛の緩和ケアや下痢止めとして用いられるが、コデインを還元して製造したジヒドロコデインを、鎮害薬、赤止め薬として、 風邪薬に配合するのが一般的である。コデインは1832年にアヘンから管理された。プロドラッグであり、代謝産物の約10%がモルヒネとなる。コデインは世界保健機関の必須医薬品に定められている。風法式眼性痛治療法では第2段階の弱オピオイドの第一選択薬に指定されている。日本の処方箋医薬品としては 劇薬に区分される。乱用されやすく、国際条約である麻薬に関する単一条約が、コデインを、スケジュール良、e、い薬物に指定している。コデインは、1832年に、フランスの薬学者、ピエール・イコール・ジャンロビケによって、アヘンからテバインと共に単理されたことで発見された。国際条約である1961年の麻薬に、関する単一条約が、コデインを、 スケジュールい、e、い薬物に指定している。アヘン由来の天然化合物ベンジルイソキノリン、型アルカロイドだが、コデインはアヘン中のアルカロイドとして0.7から2.5%ほどしか、含まれない。化学構造上モルヒネに類似し、フェノール換酸位の OH 基が、メチル置換された、メチルモルヒネであるため、アメリカ合衆国内で使用されているコデインは、モルヒネを、オメチル化して合成されている。 日本の厚生労働省において認可されている使用方法は以下のようになっている。現在の投与方法は主に傾向で、形状は上、酸、シロップなどがある。錠剤では、コデインはしばしばアセトアミノフェン、アスピリン、イブプルフェンと共に調合される。これらの組み合わせは、それぞれ単体での使用よりも良い糖通コントロールが可能となる。 純粋なコデインの使用量が1回 60mg、24時間に月 240mg 以上は投与されない。これは天井効果により投与量を多くしても効果は投与量に比例して大きくならないからである。反対に副作用が強くなる恐れがある。コデインを含む製剤は多くの国で一般用医薬品としても販売されている。しかし、 このような形で使われるコデインの急性脊に対する有効性には証拠がないというメタアナリシスもある。一般的な副作用は、創用感、吐き気、嘔吐、眠気、口内乾燥感、動向縮小、起立性低血圧、排尿障害、便秘めまい、躍進。ほとんどの副作用への耐性、お及び作用への耐性は、長期連用とともに形成する。 これは作用を、または副作用ごとに形成される速度は異なる。例えば便秘を含む作用への耐性形成は遅い。潜在的に深刻な副作用は他のオピオイドと同様に呼吸抑制である。この抑制は容量依存であり、この呼吸抑制が過量服用時に深刻な結果をもたらす。長期内服からの離脱時において、著しい抑うつ状態を呈する。 コデインを使用していた母親が授乳を行った乳児が死亡した症例の報告がある。記述の通り、人の体内では投与されたコデインの約10%がサイプ 2D6 によってモルヒネになるとされている。本症例は、授乳婦の体内でコデインから生成したモルヒネが母乳を通して乳児に移行し、モルヒネの毒性によって乳児が死亡したと見られている。なお、 誘発中枢抑制の発言には、母親のシトクロム P4502D6 遺伝子型が影響していると報告されている。コデインそのものは、ニューオピオイド受容体に弱い親和力を示す。主要な鎮痛作用は、ニューオピオイド受容体 A のモルヒネの親和性による。しかし他の作用、または副作用は、他のオピオイド受容体 A の作用による。 モルヒネと極めて類似した化学構造と薬理作用を有するが、モルヒネに比べ作用は弱い。力かは、鎮痛作用は、鎮静、催眠作用は、薬、呼吸抑制作用も程度とされている。反面、鎮害作用量で、モルヒネに比べ便秘、悪心、嘔吐等の副作用が少なく、依存性形成も弱いので、主として鎮害の目的に使用される。 主として、肝代謝酵素ユグッド2バイト7、ユグッド2バイト4及び一部サイプ 3A4、サイプ 2D6 で代謝される。コデインはプロドラッグであり、グルクロン酸方法及びオーダツメチル化された代謝産物のみが薬効薬理を発揮する。代謝産物の約10%がモルヒネとなり、鎮痛力化はモルヒネの半分にも満たないとされる。 体内でコデインから生成したモルヒネがグルクロン酸方合を受けてできる毛品マイナス6グルークユナイドイコウマイナス 6G とするが、モルヒネと共にオピオイド受容体に作用し、加工性疼痛を抑制することで鎮痛作用の主体を担っている。一方、グルクロン酸方合によってコデインはコデインマイナス6グルークユナイドイコウ C マイナス 6G に代謝される。 C-6G は、全体者の約80%を占めるが、ミュージュ容体への結合が弱く、鎮痛には関与していないとされる。しかし一部鎮痛に関与しているとの報告もある。N 脱メチル化されたコデインは、ノルコデインになり、最後は、ノルモルヒネに代謝される。論理的には 30mg のモルヒネ、抵抗と同じ鎮痛作用を期待するには、約 200mg のコデイン。 傾向の投与が必要である。コデインは肝臓で全体者の約80%がクルクロン酸縫合され、約10%はシトクロム P450 の分子種の一つであるサイプ 2D6 を触媒として大脱メチル化を受け、残りはサイプ 3A4 を触媒として N 脱メチル化される。これらのうち大脱メチル化されてできる代謝産物のモルヒネが 主に薬効を発揮する。健康な成人男性に、コデインリン酸塩水や獲物として 65mg、蛍光投与したとき、血中濃度は約1時間後に最高血中濃度に達する。その後、3から4時間で半減期を迎える。30mg を蛍光で投与した場合、48時間以内に約95%が尿中に排泄される。カフカス人種。 コーカサス地方の約6から10%、アジア人種の約2%、アラビア人種の約1%は、酵素欠損によりほとんど機能しないサイプ 2D6 を持っており、コデインは鎮痛効果をほとんど持たない。しかし、依然としてほとんどの副作用は起こりうる。また医薬品によっては、サイプ 2D6 を阻害し、コデインの有効性を損なったり失わせたりする。 これらには選択的セロトニン再取り込み阻害薬などがある。風法式眼性痛治療法では第2段階の弱オピオイドの第1選択薬に指定されている。国際条約である麻薬に関する単一条約がコデインをスケジュール良、e、い薬物に指定している。日本では単体のコデインは指定医薬品であるため購入は医師の処方箋によるものでなければならない。 低濃度のコデインが含まれる医薬品は処方箋なしで入手することが可能である。しかし、乱用の恐れのある医薬品の成分として、含有される一般薬の販売が原則で一人一箱に制限されている。厚労省は2017年7月、省に12歳未満について、コデイン類を含む医薬品を使用しないよう注意喚起し、1年半の経過期間後、 2019年以降は使用を禁忌とするよう通達した。アメリカではコデインは規制物質法で規制されている。コデインを単独で含む鎮痛剤はスケジュール E 規制薬物である。アスピリンもしくはアセトアミノフェンとの組み合わせではスケジュール E である。イギリスではコデインは1971年薬物乱用法で クラス B 医薬物に指定されている。ただし、CUO コディマルなどの低濃度のコデインが含まれる医薬品は処方箋なしで入手することが可能である。オーストラリアとカナダではコデインは規制されているが、許可された薬剤師による最大 15mg 上での調合による入手が処方箋なしで可能である。コデインは安価で入手も容易であることから長期間の 乱用による薬物依存症が問題となっている。直接の摂取だけでなく、コデインを成分とする市販の咳止め薬を処理して、強力な麻薬のデソモルヒネを密造する方法がインターネットに拡散。ロシアなどで乱用被害の増加が問題になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。